NHK をバックワーシということでお待たせしました。 NHK 党党首立花孝志でございます。ね、皆さん真面目なことをこれまで言ってこられたので、ちょっとここでね箸休めというか NHK 党の公約、そしてですねなんとかこの15分以内に、まあ、民放では言えない綾野剛さんの話や最新の情報でいきますとこのですね、三木谷さんですか、楽天のね楽天モバイルのあの楽天の三木谷さんの話題が先ほど登場しましたのでこれの最新情報をですね、芸能リポーターよりお伝えしたいと思います。ということでまずなぜこんな芸能リポーターみたいなことやってるかっていうとここです。腐った権力と戦う NHK 党です。これめっちゃ大事ですからね皆さん、はい、もうこれしっかりメモしておいてください。腐った権力と戦わなきゃいけないんですよ。まずねテレビ局が僕はずっとおかしいって言い続けてるんですけども、NHK の受信料問題も 81% しかお金払ってる、受信料払ってるというんですよ。でこれニコ生のアンケートが取っても必ず半分ぐらいしか払ってないですね。でまず NHK というのはそうやって平気で嘘をつく腐った権力です。で、まあ、NHK だけ悪いのかなと思ってたらこの当時17歳のアイドルに妊娠させてちょめちょめしたというですね人物が一昨日のドラマですね、サッカーのなんとかなオールドルーキーというドラマに主演で出てるわけですよ。まあ、明らかにこの17歳の女の子、当時17歳ね、今24歳の女の子が、私が17歳の当時ね MNB48 のアイドルだった時に綾野剛さんとお酒を飲んでその後ホテルに行ってちょめちょめしましたと、はっきりと本人が顔出して言ってるわけですよ。これも YouTube の世界でそれ言ってるにもかかわらずテレビはそれを無視してます。腐った権力なんですよテレビ、そして芸能界、そしてそこと間をつないでるのが政治ですよね。そういうことを今している。まあ、2個目の、まあ、顔のバブを後輩の口に入れた、無理やり押し込んだというのは、まあ、これも実際その現場を見た人が証言してます。でもねその後この陰行をもみ消し疑惑というか、これ疑惑も何もこの女の子が綾野剛君に頼まれて陰行をねしたことを先ほど混ぜたことをもみ消してくれと頼まれた、まあ、こういう人たちを、まあ、テレビは公共の電波ですよ。それはニコ生でやるならまだいいですよ、 YouTube でやるなら公共の電波を使ってそれを隠して放送している、もう完全に国民を舐めてる。でちょっと時間の都合でできるだけ早く言いたいのは最新情報です。このね三木谷さんという楽天モバイルの社長、まあ、楽天モバイルと楽天の社長、この NHK 党から全国比例で立候補しているガーシーがこう言ってます。 M 社長がウクライナの女性を集めて陰行、パーティーをしたと、けしからんことですよこれ。ところがこれ M 社長と濁しているにもかかわらず、なんと三木谷さん本人がツイッターでこのガーシーの動画に対して何がしたいの、ウクライナの人が戦争で苦しんでる時に戦争を忘れてあげようと思ってパーティーしちゃいけないの、この後です、ハイエナかお前はって書いてるんですよ。いやこれハイエナかお前はってね、どういう意味なのかな。こういうまずその事実じゃないんだったら事実じゃありません、少なくとも私はこんなことしてませんと、法的措置に出てるとかそういう話をすればいいところをもう完全にこれ図星だと、もう本当のことを言われてもう動転してですね汚い言葉を使ってるとしかちょっと思えない。でさらにこう三木谷さんはツイートしてます。ドバイに逃げて何偉そうなこと言ってんの、もう明らかにこのガーシーが今ドバイに逃げてですね、まあドバイに逃げてるから三木谷さんは相手を捕まえることができないから、まあ、裁判できないだろうみたいなことでこんなコメントを書いてると思うんですが、実はこの件に関して私これにも情報が来ていてですね、今月7日、まあ、ある人物から三木谷さんがあるスキャンダルをお金でもみ消したから三木谷さんのスキャンダルは出ないという情報が来ました。でそのお金をガーシーが受け取ったと、まあ、このガーシー、まあ、よりも、まあ、NHK とか立候補者のガーシーね受け取ったから、まあ、ガーシーもお金に汚いと裏金でね暴露をやめるって話になったそうなんですが、僕はそのままガーシーに当てました。ガーシー三木谷さんからお金もらったのって聞いたらそんなお金もらってないということは、三木谷さんのスキャンダルは暴露するのとしたらもちろんやりますよということで、これねおそらく三木谷さんがお金を出してガーシーのところに間に入った人がひょっとしたらお金抜いてたんじゃないかなと思われるんですが、まあ、いずれにしても三木谷さんも自分からガーシーの M 社長に食いついたんですから説明責任を果たしていただきたいと思いますし、私自身もそれなりの情報からですね筋からの情報ですから、三木谷さんがこのウクライナの女性を集めて乱行パーティーをしたと、まあ、乱行か、まあ、三木谷さんがひょっとしたらやってないかもしれません、そこまでの情報はありません。ただこの国の経営者を集めてねたくさんの人が来てウクライナの女性、まあ、これ男性はいないわけですよ、ウクライナの人たちは戦争してるから、ウクライナの女性を集めて、みだらな行為をしたというようなことで、もうねこの世の中腐りきってるんですよ。まさにここです、腐った権力と戦う NHK党です。こんなことをテレビで言ったら、地上波テレビで言ったらすぐにただいまの発言は認められませんって来るわけですよ。何様やっちゅうねん大越先輩よ、どうして本当のこと言っていけないのよ。インターネットは本当のこと言ってこのようにカットされないのに、テレビで本当のこと言ったらカットされるんですよ。テーマと合ってない、テーマと合ってるじゃん、腐った権力潰すのは。テレビが国民を洗脳する装置でしょ。さっきの対戦で NHK ラジオミッドウェイの海戦大勝利、朝日新聞ミッドウェイの海戦大勝利、日本軍は勝ってると報道し続けた、ついには沖縄にアメリカ軍がやってきて原爆を落とされた、新聞やラジオ大事じゃないですか。テレビ局が腐りきってるからお前たち腐ってるぞって放送したらその発言は認められない、国民はもう騙されないですよ。三木谷さんがいくらお金出したのか知りません、その金はガーシーところには行ってないですよ。三木谷さんがウクライナ人を集めてみたいなことをしたという証拠がありますよ、どうぞ訴えてきてください。確かにガーシーはドバイにいます、アラブ諸国連邦います、裁判をしてもガーシー出てこないです。でも私は日本にいます、堂々と日本で国政政党の党首として上場企業の社長に対して変化を打ってるんですよ。三木谷さんいつでもお便りください、命がけでこっちは仕事してる、政治してるんですよ、なことで一時ビビってたからね。ということでね、本当に多くの皆さんが NHK は受信料ね弱い人から取ってるでしょ、ちょっと真面目な話します、外交の話、先ほど社民党さんがあと令和新選組さんとかがね、そんなのこっち側が武力を行使しなければというか武力を持たなければ外国は攻めてこない、憲法9条があれば国民の命は守れるんだとか、もう本当という話ですよ。 NHK の集金人見たら一番わかるでしょ、弱いところ攻めてきますよね。 NHK の集金人が豪華なマンションでオートロックが2つも3つもあるところにいてピンポン NHK です受信料払ってください、やりますか、やりませんよね。ボロアパートで私の家生活が苦しいんですと言えば言うほど攻めるんですよ。つまりずるい相手は弱い相手を攻める、当たり前のことじゃないですか。ウクライナがそうでしょ、核兵器を手放したら結局は攻められる、核保有国に攻められる、こういったことも含めてね、綺麗事言ったらダメなんですよ。強くならないと大切なものは守れません、軍事力があって初めて外交ができるんですよ。そんなのね、いくらまともなことを言うおじいちゃんおばあちゃんがいたとしてですよ、犯罪する人間は言うことなんか聞かないって。犯罪者はおまわりさんがピストルを持って屈強な体をしてるから負けるから言うこと聞くんでしょ。
それこそおじいちゃんとおばあちゃんが聖書でも持ってね、あなたこんなところで泥棒しちゃダメよとかって言って、それで泥棒が困りますか？それだったらおまわりさんみんなおじいちゃんおばあちゃんになったらいいんですよ。もうそんなことがわからないような政治家に任せても無理です、ね、本当に腐ってるんですよ、この国の権力者、政治家、テレビ局、総務省の、まあ、総務省というか、まあ、多くの官僚、そして裁判所、裁判所の例で言ったらこの携帯電話で金払うんですよ、今だに受信料1300円ぐらい。こんなもんで何が見えるのよ。野球のボール映る？1時間もしたらバッテリー上がる。こんなもので普通のテレビと同じように受信料払えってこの国の最高裁判所言ってるんですよ。でこのまま本当にね、今回ね、ぜひ NHK 党ガーシーに一票入れていただかないと、もう僕やめますよ、政治家 2% いかなきゃ。アホらしくてやってられない。こんな命がけで本当にいつでも刑務所に行こうが、ヒットマンに殺されようが、命がけでやってる人間を選ばない国にいたいとは思わない。皆さんが 2% 以上の得票3年前と同じように入れていただければ、僕は命がけで政治します。ガーシーはドバイでやります。山本太郎もやりますよ。ぜひ2枚目の投票紙、山本太郎って書いてください。そしてニコラマでもおなじみ横山みどり君、今山本太郎と横山みどり君が競ってます。2議席目ね、1議席目はガーシーだと。まだでもこの1議席が確保されてません。もしこの先ね、まだ2週間近く選挙あります。今日の三木谷さんの話、株価3つ落ちてますよ、20円以上。楽天のね、みんな知ってるから、三木谷さんという人の周りにいる人たちが三木谷さんがどういう人かは知ってるんですよ。でもこれの力でテレビ局や、まさに腐った権力にお金を回す政治家やテレビ局、それでこれまで止めてきてるんですよ。明らかに三木谷さんが良さそうな顔してるでしょ、真面目そうな。2005年プロ野球球団、近鉄球団買収しに行った、ホリエモンじゃなく三木谷さん買収しましたよね。楽天今イーグルスですよね。あの裏側で何があったか、僕は2005年まで NHK の報道局スポーツで働いてました。全部裏側知ってます。皆さん騙されないでくださいね。テレビの裏側、権力者悪いことしてますよ。やっとこのように、このドワンゴさんのようにね、本当のことを放送してくれてるじゃないですか。 YouTube もそうです。これまでのテレビ、新聞、ラジオ、都合の悪いことは隠すんですよ。だから気づいた人からぜひ投票してください。我々 NHK 党はまず NHK にお金を払わない人全力でお守りします。NHK から裁判されたら裁判費用、そして NHK に払うべき受信料全額お支払いします。そして何よりも生活に困っている皆さんから1円もいただきません。政党助成金もらってるからですよ。何のために政党助成法なんて作ったんですか。国民は企業からお金をもらわない、国からお金をもらうことで全て平等の政治ができるんでしょ。そのいただいたお金で我々の公約を守る、 NHK の被害者を守る、選挙ポスター我々ちゃんと貼れてませんよ。お金なんかそんなこと使っちゃダメでしょ。やることやってたら国民の皆さんはよく見てくれている。このように Twitter や Facebook、 そして YouTube、 ニコ生、パドじゃないですか。ポスターなんか貼るよりもよく皆さんに十分な情報を提供できますよ。1票が250円になります。これは NHK 党だけじゃないですよ。全ての政党に今共産党を受け取らないですけども、1票250円、2票で500円入るんですよ。でもそれすら隠してるのか、例えばそれを言いません。我々は選挙で無駄なお金使いません。国民の皆さんから寄付1円もいただきません。いただいた皆さんの1票が250円、2票が500円となって、我々はこの国の腐った権力と戦いながら NHK の被害者をお守りしてまいります。ぜひ1枚目の投票紙は NHK 党の候補者、2枚目はガーシー、ガーシーが嫌いな人は山本太郎と書いてください。 NHK よ。